どうもこんばんは、オオカミです。かまいたちの夜トリプル、真犯人を見つけるために今日も早速やっていきたいと思います。瞑想中です。前回はどこかへ運ぶため、まあそもそもよく考えたらおかしかったよね。運ぶためではないよね。恨みか身元を隠すため。恨みの説、恨み身元、これ多分大きな分岐点だと思うんだよね。恨みでいこうかな。恨み？ただ殺しただけではとても晴らせないほどの深い恨みが動機だったのだろうか。だとしてもただそれだけで人間はあんなことができるものだろうか。いくつもの疑問が頭の中で渦巻き、得体の知れない形を取り始めていた。掴み取れそうで掴めず、もどかしさで頭がムズムズした。スキーなんか来るんじゃなかった。 OL の女の子たちはまた泣き始めている。今度は3人全員だった。帰りたい。何にも悪いことしてないのに帰りたい。泣き声ももはやすすり泣きにしかならない。京子さんがフラフラと歩き出した。大丈夫か。どこへ行くんだ。小林さんが驚いて聞く。何か落ち着くようなものでも。ココアか何か飲めば。いやよ、人殺しかもしれない人の入れたものなんて飲めるわけないじゃない。アキちゃんがしわがれた声で叫んだ。あ、これは同じだね。あ、同じになったら大丈夫かな。あ、誰と確認するかっていうやつだ。もうどっちも選んでるんだよな。これ三木本さん B に行ったら三木本さんに後ろから殴られたんだよね、多分ね。でも三木本さん前回死んだんだよね。いまいちちょっとわからないんだよな、それが。まあ敏夫さんはね犯人じゃないから、まあ前回と同じで敏夫さんで行こう。あ、これもこの選択肢も大事かな。バスタブ、石鹸。石鹸なんて普通見ないでしょ。バスタブを使った跡があるかどうか調べることにした。バスタブは濡れた跡もなく、使った形跡は全くなかった。洗面台の下、洋式便器の中を覗くがもちろん何もない。天井を見上げると四角い切れ目があった。天井裏があるのだ。お、新展開。マリー、肩車するからそこの中覗いてくれないか。いいけど大丈夫なの。あ、これやったような気もするな。あ、そうだよ、やったよね。僕はしゃがんで手を伸ばすと引き寄せた。中には何も入っていなかった。脇のポケットなども調べれば紙切れ1枚出てこない。犯人が盗んだのね、マリが言う。あ、初選択肢、これ大事だな。まあでもセオリーに言ったら多分犯人だろうけど、いやーこれも迷う。多分ね。でも何を盗んだんだろう。2億円かしら。ああ、これも同じかな。ここに来たんだ。複数犯なのか。田中さんを殺した犯人、みどりさんを殺した犯人。田中さんだけは三木本さんじゃない。どう、選択肢あるかな。あ、同じだわ。では第二の事件を考えてみます。三木本さんが襲われた時、外にいたのは小林さん、それに敏夫さんです。他の人は僕も含めてほとんど騙しで待っていたはずでした。ただ一人を除いては、これ加山さんになっちゃうんじゃない。ちょっと待って、これダメダメ。これも読んだよね。自信ありません、もう無理です。こんな1階の大学生に言わないでください。 IQ も2ですから。これもまあこの辺はもう適当でいいよね。どっちもやってるもんな。これ新しい選択肢のような気がする。周りの前で言わないは吐けない。逃げ出したらダメだよね、多分ね。でも彼女の前でブザラマな真似だけは見せたくなかった。加山さんの奥さんや女の子たちに警告だけはしといた方がいいだろうな。
僕は努めて声が震えないようにゆっくりと言った。それから小林さんたちの様子も見てこないと。いや、あそこへは行きたくない。マリは激しい口調で言い、何度も首を振った。僕は彼女の挙げた恐ろしい悲鳴を思い出した。きっと二度と見たくないような光景だったのだろう。僕だって危険を冒してわざわざそんなものを見に行きたくはない。仕方ないな。マリは女の子たちの部屋に入れてもらって一緒にいればいい。じゃあ狼一人で？大丈夫、すぐ戻ってくるから。努めて明るく言ったが、不安は増すばかりだった。女の子たちの部屋へ行き、再び強くノックする。開けてください、お願いします。マリとしばらく一緒にいてやってください。ドアの向こうは静まり返っている。入れてはもらえないのかと思った時、ドアがそっと開けられた。マリさんだけ？メガネのアキちゃんがやつれた顔で尋ねる。ええ、僕は今から下の様子を見てきますから。ならいいわ、入って。マリは頭を下げながら入る。ドアが閉まる前に僕は言った。トシオさんが来ても絶対ドアを開けないでください。いいですね。返事はなかったが、多分大丈夫だろう。僕は大きく一度深呼吸してから1階へと向かった。息を殺し、忍び足で階段を降りる。快適だったはずのペンションが、今ではまるで違う建物に見える。いやいや、とんだ事故物件だよ、もうこれ。曲がり角、そして部屋の隅の家具の後ろ。そういった暗がりで、都庁さんが息を潜めて待ち構えているような気がした。奥さん、春子さんいますか？地下室のドアから下へ呼びかける。後ろに誰かが忍び寄っているような気がして、何度も何度も振り返る。おうおう、怖い怖い、びっくりしたよこれ。やがて春子さんがゆっくりと上がってきた。涙を流した様子はないが、今にも倒れそうな青白い顔をしている。僕は少しほっとしていった。あ、奥さん無事でしたか。一人じゃ危ないですよ。2階で女の子たちと一緒にいてください。春子さんは僕の言葉が通じないみたいに、スーッと脇を通り抜け、幽霊のように2階へと上がった。なんとなく不安だが、とりあえず小林さんたちの様子を見に行くのが先だと思った。談話室に転がっていたモップの絵を取り上げ、構えながら食堂へと入っていく。テーブルの下に都庁さんが潜んでやしないかと改めながら進む。おお、びっくり。ポッポー、突然旗時計が鳴ったので心臓が飛び出しそうになった。時計を見ると4時25分。夜明けまであと数時間。裏口を通り過ぎてさらに進むと3つの部屋があった。突き当たりの部屋が小林さんたちの部屋だ。ドアを軽く押してみた。開いている。僕はまずドアが壁に当たるまで開けてから足を踏み入れた。ドアの陰に隠れているかもしれないと思ったからだ。明かりはついたままだった。うわぁ、このシーンとした時間、辛いな、怖いな。こじんまりとした台所と、隣の畳敷きの居間が明るく照らされている。ごく一般的な家庭のダイニングだ。こうやって見ると何も変わったところはないように感じられる。わあ、わあって一回見たけど驚くわ。小林さんがいた。壁に背中をつけ、足を投げ出して床に座り込んでいる。小林さんの腹には包丁が突き立っていて、座り込んでいるあたりは血の海と化していた。自分で抜こうとしたのだろうか、まるで切腹でもしているみたいに両手で包丁を掴んでいる。胃液がこみ上げ、僕は口を手で押さえた。吐いてしまいそうだったので慌ててバスルームへ駆け込もうとした。ここでもびっくりするんだよね。バスルームのドアを開いた途端、何かがこちらに落ちてきた。血まみれの手だった。ヒーッと情けない声を上げそうになった。バスルームの壁や洗面台に真っ赤な血が飛び散っている。裸の京子さんが入り口でバスタブのヘリに頭を乗せ息絶えていた。そしてガラス玉のようにうつろな目がじっと僕を見つめていた。怖い怖い。マリアはこれを見てたまらず悲鳴を上げたのだ。
しかもマリにとっては血のつながったおじさん夫婦なのだ。一体どれほどの衝撃を受けたことのだろう。それを考えるとマリがまだ正気を保っていられるのも見かけによらぬ強い意志の力が与えているのかもしれない。一刻も早くマリの元へ戻りたかった。2歩3歩後ずさって2人の死体が見えなくなると一目散に走り出した。もうゆっくり警戒しながら歩くことなどできなかった。ただもう少しでも早くここを離れたかった。え、何これ。裏口を通り過ぎるときドアノブに血のようなものがついているのに気がついた。なぜこんなところに。あ、初展開これ。僕は気になって立ち止まった。でも大丈夫か、危ないのか。よく見るとノブだけではなく床のあたりにも血のようなどす黒い跡がある。僕はわあ、これ大事だな。取るに足らないことだと。いや、無視してもいい。戻るのも先の気もするけど、見ないと犯人が分かんないような。やられちゃうのかな。 B で行こう。ごくりと唾を飲み込んでドアに近づいた。血に触れないようにそっと指でドアを掴んで回したが、鍵がかかっていてドアは開かなかった。え、つまり都庁さんはここから逃げたわけではない、そういうことだろうか。小林夫妻を殺した後ここを通る際についドアノブに触れてしまったということだろうか。しかしそれにしては付着した血の量が多すぎるような気がした。血まみれの手でドアノブを掴んだ、そういう感じだったのだ。いやー、どうしよう。いや、もう、いや、ここで2回目ご利用すると危ないのかな。でも調べたい。僕は慎重にロックを外すとドアを小さく押し開けた。風の音が一段と高まり吹雪が吹き込んでくる。たじろいだ一瞬、雪の中に赤いものが見えた。血だ。大量の血が真っ赤な積雪に垂れていて、毒々しいシロップをかけた氷いちごのように見える。一体誰の血だ。驚きから立ち直ると僕は疑問に思った。図書さんが小林夫妻を殺したのだとすると、死体の様子からしてある程度返り血は浴びただろう。しかしそれがこんな風に流れるわけもない。また誰か別の人間が殺されているのだろうか。それとも図書さん自身が小林さんか誰かを殺すときに死に物狂いの抵抗を受けて怪我をしたのだろうか。まあ、勇気が必要だよね。僕は意を決して荒れ狂う吹雪の中に足を踏み出した。ドアを開け放ったままそこから漏れる明かりを頼りに血の跡をたどる。スリッパ履きのため一歩ごとに足元から凍りついていくようだ。5歩6歩も歩くと明かりもその力を失い、降りしきる雪の中ではもはや血痕をたどることもかなわない。僕は立ち止まり闇の中に目を凝らした。闇の中で獣のように光る2つの目が見えた。あ、まずいかと思った途端、吹雪の中から白とも黒ともつかぬ影が叫び声を上げながら飛びかかってきた。モップを構える暇もなく僕は雪の中へ仰向けに押し倒された。恐ろしい力が首を締め付け、僕の頭を池の中へと沈める。誰だ。僕が潰れそうな喉で叫んだ途端、すっと首の力が緩んで驚いたような声が聞こえた。あ、よかった、大丈夫そう。狼くんか。敏夫さんの声だった。僕を殺すつもりじゃなかったのだろうか。敏夫さん。上にのしかかっていた力が急に消え失せ、どさりと倒れ込む音がした。恐る恐る身を起こすと、雪の中に倒れている図書さんの姿がぼんやりと見えた。その額は血まみれで、顔は雪よりも白かった。香山さんや小林夫妻を惨殺したかもしれない図書さん。その図書さんもまたひどい怪我をしている。逃げ出すべきか迷ったが、結局僕はそのままにとどまることでした。図書さん、一体何があったんですか。敏夫さんはまるでさっきのバカ力で燃え尽きるみたいに今にも消えりそうな声でつぶやいた。あいつだよ、やっぱりあいつだったんだ。あ、よかった。誰だあいつって。僕は尋ねたが、その声はもう敏夫さんの耳には届いてないようだった。え、大事なとこでしっかり妙な音がしたから
廊下へ出た。そしたらオーナーの部屋のドアが開いていた。中を覗き込んだ途端頭を殴られた。あいつがドアの陰に隠れてやがったんだ。やっぱり三木本か。俺は必死で裏口まで逃げた。息が苦しそうだ。あいつって誰なんです、敏夫さん。僕は敏夫さんに歯より顔を近づけて叫んだ。ドアを飛び出して外へ逃げたのは良かったんだが、中から鍵をかけられちまってこのざまさ。俺はもうダメだ。やられるなよ。あいつはきっと全員を。敏夫さんの声が聞こえなくなった。そうさ、余計なこと喋ってる前にさ、名前言ってよ。敏夫さん誰なんです。誰がこんなことを。どいつもこいつも使えないな。僕は雪に埋もれて行く敏夫さんの肩を掴んで揺さぶった。もう死んだのかもしれない。たとえまだ息があっても医者もいないこの状況では助かりようがない。僕は敏夫さんの体を引きずって裏口から中へ入れた。ドアを開け放したままだったせいで中まで雪が積もりかけている。比較的暖かそうな食堂まで引きずっていき、僕は敏夫さんの心臓に耳を当てた。どこを探っても鼓動は感じられない。明かりの下で見る敏夫さんの顔はまさに死人そのものだった。僕は混乱しきっていた。敏夫さんは犯人ではなかった。あいつにやられたという。小林夫妻も同じあいつにやられた。あいつは一体誰だ。生き残っているのは僕とマリオ、除けば春子さんと OL3 人だけじゃないか。みんな女だし、特に体力がありそうなタイプでもない。それが小林夫妻を襲い、敏夫さんまでも殴り倒したというのだろうか。これ大事そう。香山さん？いや、香山さんも、複数だと女の子たちになっちゃうよね。意外と怪しいのか、香山さん。香山さんが、そういえば香山さんの脈を取ってなかったことを思い出した。あの人の死体には僕もマリも触れなかった。もしかしたらあれは単に死んだふりをしていただけだったのではないか。そしてまだこの建物の中をうろつきながら僕たちを殺す機会をずっと狙っているんじゃないのか。あ、ここ大事なんだ。こうやって推理していけばいいんだ。確認しよう。やられそうだけど、このフラグ。僕はモップを握り直してゆっくりと食堂を抜け、地下室への扉へとたどり着いた。最後に見た時とは全く変わらない様子でドアは半分開いている。僕は大きく深呼吸してから階段を降り始めた。半分も降りないうちに香山さんの死体が、死体じゃないね、勝手に決めつけた、香山さんの体が見えてくる。発見した時と同じように階段の下で倒れている。あれが死んだふりだなんてことがあり得るだろうか。小林さんたちを殺し、敏夫さんを襲った後で地下室に戻ったというのか。最後の数段をさらに慎重に降りると、僕はまず香山さんの周りをゆっくりと回った。今日一日で何度も嗅いだむせるような匂いが、香山さんの頭の下から流れ出た黒ずみが血であることをはっきりと示していた。モップの柄の先で軽く香山さんの体をつついてみた。何の反応もない。ひざまずき香山さんの手首に触れた。冷たい。脈を下がったが、やはり何も感じられない。やっぱり香山さんは死んでいる。ほっとしたのも一瞬だった。香山さんはやっぱり死んでいる。では一体どういうことになるんだろう。ゾンビが、違う、ゾンビ編なんて出てくるわけないよね。生けるしかべなが見ていない間に歩き回って人を殺しているとでも。気になるところですが、初見プレイなので、どこがエンディングでどこまで行くのかわからないので、今日はこの辺で進展もあったことはして終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録コメント等お願いします。励みになります。アディオスアミゴス、オオカミでした。またねー。